ナセ、あんた今暇？ちょっとしてほしいことがあるんだけど。もう12月でしょ？年越しの前に蔵の掃除をしてほしいのよ。ざっとでいいのよ。やってくれたら次の休みに服でも買ってあげるから。ご褒美よご褒美ね。やってくれるね、七瀬。お願いよ、お母さんを助けると思って。
旦那、今日はこの後どうします？そうさな、今日は気分がいい。一丁吉原にでも行くか。おお、いいですね。私は遊郭、もとい貸座敷なんてのは久しぶりですわ。そうか、ならば今日は俺が一腹脱いでいい女をあてがってやろうじゃねえか。か本当ですかい？旦那は太っ腹ですな。こんなところでどうした？その格好はまさか2年前からちょくちょく話題になってる女学校の生徒か？セーラーとかいう新しい制服になったって聞くぜ。しかし旦那、こいつの格好は明らかに変だ。私はあそこの制服を見たことがありますが、あれはこんなに下品じゃない。ひどい格好してる。確かにな、足が丸出しじゃねえか。これは露出好きかもしれねえぞ。そんなわけがないだろう。さては売りだな。ここらへの商売だ、度胸があるじゃねえか。一回いくらだ？待ちやがれ！君、どうかしたの？こっちだよ。今、助けを求めていたようだけれど、何かあったのかい？大丈夫かい？先ほどはまるで何かから逃げているようだったけれど、追われているって、それはまたどうして？ごめん。僕がいいと言うまでこのトンビの中で気配を消すんだよ。いいね？その、僕は決して君を恥ずかしめようなんて気はないのだけれど、少しの間こうすることを許してほしい。そうか、よかった。しばし耐えてくれ。来る。あの娘どこ行ったんだ？おい、そこの、こちらに走ってくる若い娘を見なかったか？いえ、僕は見ておりません。くっ、使えねえ。これだから系統はよ。くっ！
目が腐る。気色の悪いもん見ちまったい。それにしてもお前、顔の割にちょっと太ってやしねえか。もしかするとあちらへ行ったのかもしれませんよ。くっ、てめえに言われなくても分かってな。行くぞ。行ったか。君、もう大丈夫だよ。いいさ、何もなかったのだし、そう気にすることはないよ。お役に立てたのであれば何よりだ。僕かい？僕はトーマ様。今しがた一体何をなさっていらしたのですか？おう、藤間か。いや、急に離れてすまなかったね。いえ、それは構いませんが、できれば今後は一言いただけると助かります。あ、わかったよ。それと、先ほどの物音はお前だろ？大いに助かった。礼を言うよ。私に礼などと。恐れ入ります。主の危機を察知したまでのことでございます。いつもながらなんて察しの良さだ。お前は本当に勘がいいな。いえ。あ、紹介が遅れたね。僕は高見トーマ。こっちは僕の付き人の藤間幸之助だ。藤間です。君は？あなたはどうしてこんなところに？藤間、女子にそう怖い顔をするものじゃないよ。失礼いたしました。あと、先ほどから気になっていたのだけれど、真冬にそんな格好でいては風邪をひくよ。構わないさ。しかし、どういうわけがあって追われていたんだい？そういうわけか。君を追いかけていた男たちだけれどね、僕には彼らだけが悪いようには思えない。